こんにちは、クリッカーズッキーです。キャデラック DPI VR、 アロンソがトップに立ったところで雨天赤旗に。1月26日から27日に行われた世界三大耐久レースの一つ、第57回ロレックスデイトナ24時間において、小林カムイ、フェルナンド・アロンソ、ジョーダン・テイラー・レンジャー、バンデルザンが×コニカミノルタ、キャデラック DPI VR 10号車が総合優勝を飾った。またキャデラック DPI VR 31号車も2位に入り、キャデラックチームは2017年2018年に続き、デイトナ24時間で3年連続ワンツーフィニッシュでの3連覇を達成している。決勝は雨による悪天候に見舞われ、コースオフやフラッシュが続出するサバイバルレースとなった。アロンソがドライブする10号車がトップに浮上した時点で、さらに雨足が強くなり、レースは中断、赤旗のままチェッカーとなった。この結果、ウェイン・テイラー・レーシングのコニカミノルタ、キャデラック DPI VR 10号車がキャデラック DPI VR 31号車を従えて総合優勝が確定した。小林カムイ、1992年のスタンチーム以来となる日本人勝利。日本人のデイトナ24時間優勝は1992年の日産、星野和義、長谷博正、鈴木敏夫以来。デイトナ日本人4人目のウィナーとなった小林カムイはフィニッシュ後に喜びをかみしめた。チームキャデラック、そしてサポートしてくれたコニカミノルタに感謝します。雨や赤旗もあって、レースは非常に難しい展開になりました。かなりの時間セーフティーカーの後ろを走ることにもなりました。チームは素晴らしい仕事をしてくれましたし、キャデラックもレース中完璧でした。また2018年シーズン限りで F1 参戦を休止したアロンソもデイトナ初制覇に喜びを隠せない。我々が今日成し遂げたことを心から誇りに思うよ。これは1日だけの仕事じゃない、1ヶ月間のプロジェクトだったからね。レースやマシーンについて僕らが何をすべきか知って以来、短期間にたくさんのことを学んだ。レース中はステップバイステップでペースを上げていくプランだった。結果的に天候によっていろいろと変更があったけどね。僕は世界中のレースで勝利してきたが、こうやってアメリカでの記録が一つ増えたよ。改めてチームを心から誇りに思う。